世界一の航空会社カタール航空、カタール航空のビジネスクラス、このビジネスクラスを東京から搭乗してロンドンを往復しますと454,700円になります。454,700円。これをソウル発で切った場合どうなるかと言いますと、15万700円、15万700円で発券ができます。東京発の金額からしますと3分の1の価格でビジネスクラスの航空券が発券できます。こんにちは、マイルおやじです。今日は中東の御三家カタール航空のビジネスクラスにどうしても乗りたいということで、その運賃解説をいたします。カタール航空は中東のドーハを本拠地として世界中に路線を広げている航空会社です。昨年ですね、2019年のワールドトラックスという会社の航空会社の評価では世界一の航空会社という認定を受けております。ナンバーワン、世界一の航空会社として君臨しておりまして、で特にその中でもですね、ビジネスクラスの評判は非常に高いものがあります。で今回このカタール航空のビジネスクラスに安く搭乗するという解説をしてみたいと思います。方法としましては、前回前々回で中東の御三家ということでエミレーツ航空とエティハド航空の解説をいたしました。で同様にですね、今回同じ方法でカタール航空を使って東京からドーハ乗り換えてロンドンの運賃と、それからですね、韓国はソウル発ドーハ乗り換えてロンドン、このそれぞれの往復の運賃を調べまして検証してみたいと思います。エミレーツもエティハド航空も東京発よりもソウル発の方がはるかに安い金額でした。で今回も同じ結果になりますけれども、カタール航空でその運賃を調べてみたいと思います。ではまず東京発着ロンドン往復カタール航空のビジネスクラス、この運賃を調べてみたいと思います。こちらが CRS を使って運賃を抽出したデータになります。東京からロンドン往復で、航空会社はカタール航空で、往復の運賃を条件に、さらにですね、これビジネスクラスを条件に抽出した運賃になります。ラインナンバー1行目からラインナンバー20番目まで、20行目までの運賃がこちらに表示されています。続きまして、ラインナンバー21行目から40行目までの運賃がこちらに表示になっています。41行目以降はこちらになっています。41行目から60行目までがこちらになっています。では、ラインナンバー1行目に戻りまして、運賃解説をいたします。ラインナンバー1行目と3行目、今回この運賃をソウルの運賃と比較する対象の運賃として東京発として選びたいと思います。ビジネスクラスの金額としては454,700円か494,700円になります。でこれは料金が分かれているのは平日料金と週末料金で分かれています。安い方は週末料金になります。こちらは454,700円で、平日料金になりますと494,700円という運賃になります。でこの運賃、ルート、特定経路に指定されたルートフェアの運賃で、ルートを調べますと東京からドーハ、ドーハからロンドンで、ドーハからロンドン間についてはカタール航空以外に英国航空 BA ですね、英国航空を使うことも認められています。続きましてストップオーバーとトランスファーについて調べました。ストップオーバーはこの運賃は認められてません。で経由都市でいきますともドーハしかストップオーバーするポイントがありません。でそのドーハではストップオーバーは許可されてないという運賃になります。ですからトランスファーですね、トランスファー乗り換えでだけであればドーハで飛行機を乗り換えて運賃を組むことができる、このような運賃になります。東京からドーハ乗り換えてロンドン、フェアブレーキポイントがロンドンで折り返してロンドンからドーハ、そこで乗り換えてドーハから東京、この4フライトクーポンで実際に予約を取ってみました。カタール航空813便、 I クラス、ビジネスクラス I クラス、羽田からドーハ、23時50分発の次の日の6時10分ドーハ到着。ここで乗り換えましてカタール航空7便、ドーハからロンドンヒースロー、
朝8時50分発のロンドン到着は13時20分の到着になります。ロンドンがフェアブレイクポイントになります。運賃計算上の目的地になりまして、ここで折り返しになります。カタール航空8便 i クラス、ロンドンヒースローからドーハ、15時5分ロンドンヒースロー発、ドーハ到着は次の日の0時45分到着で、ここで飛行機を乗り換えまして、カタール航空806便 i クラス、ドーハから成田、1時55分発、ドーハ1時55分発、成田到着は17時45分の到着になります。この旅程で運賃計算を実際にさせてみたいと思います。運賃計算の結果がこちらになります。こちらの4行目にフェア、運賃がですね、 JPY 日本円で45万4700円という表示が確認できます。このラインナンバー1行目の運賃を今回架空で作った予約で運賃計算をして引っ張ってみたところ、ラインナンバー1行目の運賃をちゃんと確認できます。続きまして、ソウル発ドーハ乗り換えのロンドンで折り返してロンドン、ドーハ、ソウル、この運賃を調べてみたいと思います。ソウル発着ロンドン往復カタール航空のビジネスクラス、 CRS で同じように調べてみたいと思います。条件はカタール航空で往復で、なおかつビジネスクラスの運賃だけを検索で出してみました。こちらがラインナンバー1行目から16行目までの運賃表示になります。17行目から32行目までの運賃表示がこちらになります。ではラインナンバー1行目のページに戻りまして、運賃解説を続けたいと思います。今回韓国の運賃で選びたいのは、このラインナンバー1行目と3行目の運賃を選んで解説いたします。こちらの運賃、韓国ウォン建てでいきますと168万8000ウォン、168万8000ウォン、フェアベースは IJKRR1RX という運賃、そしてもう一つが183万8000韓国ウォン、183万8000韓国ウォン、フェアベースは IJKRR1RW という運賃、2つになります。これはやはり平日料金と週末料金の違いで同じ運賃になります。国際航空券の発券は8国通貨建てで発券するのが原則になります。8国通貨建て、韓国のソウル発になりますと韓国の通貨、韓国ウォンになります、コリアンウォン。こちらの一覧の表示も韓国ウォンになってまして、先ほども金額がかなり大きくてですね、感覚がつかめないと思います。ですから今回もこの韓国ウォンの運賃の一覧を日本円建てに直して表記し直してみたいと思います。こちらが青く反転させた一覧が日本円建てに直した韓国発のカタール航空の運賃一覧になります。運賃の通貨のところが JPY になってます。これはジャパン円、日本円での表示ということを意味しています。ラインナンバー1行目の運賃は日本円建てでいきますと15万700円、そしてラインナンバー3行目の運賃は日本円建てに直しますと16万4100円、16万4100円になります。ちょっと皆さん、この金額はめまいがするような金額だと思いませんか。世界一の航空会社の世界一のビジネスクラスの運賃が極東からロンドンへの往復の運賃で15万700円で往復ができる、それもエコノミーではないんですよ。これビジネスクラスの運賃です。で、実際に韓国発ドーハ乗り換えでロンドン往復の予約を作ってみました。そしてその予約を実際に運賃計算させてみました。それがこちらになります。カタール航空859便 i クラス、ビジネスクラスの i クラス、ソウルはインチョンからドーハ、0時35分インチョン発、ドーハ到着は朝の5時15分到着、ここで飛行機乗り換えになりまして、カタール航空7便 i クラス、ドーハからロンドンヒースロー、8時50分発の13時20分ロンドンヒースロー到着。ロンドンヒースローはフェアブレイクポイントになります。運賃計算上の目的地になりまして、ここから折り返しになります。カタール航空8便 i クラス、ロンドンヒースローからドーハ、ロンドンは
15時5分発、ドーハ到着は次の日の0時45分到着。ここで飛行機に乗り換えになりまして、カタール航空858便、カタール航空858便 I クラス、ドーハからソウルはインチョンに向かいます。2時10分ドーハ発、ソウルインチョン到着は16時40分の到着になります。この予定で運賃計算を CRS で行ったところ、運賃は168万8000韓国ウォン、168万8000韓国ウォンという運賃が確定できています。ちょっと運賃のですね、枠の読み方を皆さんにちょっとご説明いたします。こちらの赤く表示した部分が往路になります。ソウルからドーハ乗り換えてロンドンヒースローに行く部分ですね。カタール航空859便とカタール航空7便の部分になります。黄色でくくったところを見てください。 SEL、 これはソウルを表します3レターの都市コードになります。韓国のインチョンは ICN、 ソウルの都市コードは SEL、 都市コードと空港コードが分かれています。なぜかと言いますと、韓国ソウルにはあと金浦空港っていう空港がもう一つあります。ですから都市コードと空港コードが分かれています。で、運賃計算の枠で使われるのは都市コードが使われます。 SEL はソウルを表します。で、次の QR というのはカタール航空を表します。2レターコードと言います、カタール航空で。 DOH、 これはドーハを表します。3レターで、ドーハの前に X バッバッテンスラッシュというのがありますけれども、これは乗り換えでストップオーバーをしないということを意味しています。トランスファーですということを意味しています。移動しました黄色の枠のところをまた見てください。トランスファーのドーハからカタール航空を使いまして、 LON、 これはロンドンの3レターになります。ロンドンの3レター都市コードになります。ロンドンヒースローには空港、国際空港が3つありまして、ロンドン、今回予約を取ったヒースローは LHR というのが空港のコードになります。ロンドンの都市コードは LON。 そして往路で適用される運賃が 688.96 ヌック、 688.96 ヌックという運賃で往路が発見されているということを意味しています。で、往路で適用された運賃はIJKRR1RX という運賃を使って往路は発見されているということを意味しています。続きまして復路を見てみたいと思います。ロンドンが運賃計算上の目的地、フェアブレイクポイントで、ここからが折り返しになります。折り返しのフライトはカタール航空8便と858便で、ロンドンからドーハ、ドーハからインチョンに向かうというのが復路になります。黄色にくくられた枠をもう一度見てください。こちらが袋になりまして、 LON ロンドン、 QR カタール航空、 DOH ドーハ、ロンドンヒースローからカタール航空を使ってドーハの区間を意味します。で、ドーハの前に X スラッシュがありますけども、これはストップオーバーなし、トランスファーを意味します。そしてトランスファーのドーハから QR カタール航空を使って SEL ソウルへという区間を意味しています。そして袋で使われた運賃が 688.94 ヌック、 688.94 ヌックという運賃が袋で適用されているということを意味しています。そして袋で適用された運賃が IJKRR1RX、 IJKRR1RX、 往路と同じ運賃なんですけども、往復同じ運賃が適用されているというのをここで意味しています。国際航空券というのは発券された時に、国際航空券の共通の通貨単位であります NUC、 ニュートラルユニットコンストラクションと言いますけれども、国際航空券の共通の通貨に変換されます。今回この旅程での韓国ウォン建ての運賃は168万8000韓国ウォン、168万8000韓国ウォンという金額になります。この運賃は発券時に NUC に変換されます。この時に変換された NUC は 1377.88 NUC、 1377.88 NUC という金額が決まります。
その時に韓国ウォンからヌックに変換する時の変換のレートがですね、ロエ、レートオブエクスチェンジ、変換レートが 1225.06988 というレートで変換されています。この変換レートというのは日々変動しますので、ヌック建ての運賃というのはその為替の強い弱いで変動します。ですから皆さん、今現在韓国の経済が悪い状態になってます。で、韓国のウォンが暴落するっていう兆しが出てます。韓国のウォンがここで暴落したらどうなるかと言いますと、このヌック建ての運賃が非常に安くなります。で、その時にはヌック建ての運賃から日本円に直しますので、その時には今15万700円というこの金額なんですけれども、このうち15万700円なんですけれども、韓国のウォンが大暴落した時には11万12万、もしかすると10万円を切る可能性もなきにしもあらずなんですね。カタール航空のビジネスクラス往復の航空券が韓国のウォンが暴落した時には10万円を切る金額でヨーロッパ往復のビジネスクラスが購入できるというような、そういうチャンスがちらほらちらほらこう見えてきています。では今回の動画のまとめをしてみたいと思います。今回は東京発着ロンドン往復のカタール航空のビジネスクラスの運賃をまず解説しました。その後にソウル発着ロンドン往復のカタール航空のビジネスクラスを調べてみました。その運賃比較を行いました。東京発着ロンドン往復カタール航空のビジネスクラス、 I クラスを使った運賃で平日料金、週末料金がありますけれども、45万4700円か49万4700円の運賃になります。45万4700円か49万4700円の運賃がございます。続いて解説したのがソウル発着ロンドン往復、同じくカタール航空のビジネスクラスで、こちらもビジネスクラスの予約クラスは I クラス、東京発の運賃と、ソウル発着の、ビジネスクラスの予約クラスは全く同じです。で、その場合韓国発のビジネスクラスの運賃でいきますと、平日週末料金の違いはありますけれども、168万8000韓国ウォン、168万8000韓国ウォンか183万8000韓国ウォン、183万8000韓国ウォン、これは日本円に直しますと、日本円で15万700円、15万700円か16万4100円、16万4100円の運賃になります。いかがでしょうか。皆さん、このソウル発の運賃を使うというのは非常にメリットがあるものではないでしょうか。特にカタール航空は日本航空が加盟してますワンワールドの有力メンバーです。で、カタール航空の I クラスは日本航空の JAL マイレージバンクのマイル加算でいきますと 125% のマイルが加算されます。でフライオンポイントも同様に 125% 割増でフライオンポイントが獲得できます。 JAL の修行をされている方で、たまには贅沢なビジネスクラス、それも世界一のビジネスクラスに乗ってみたいなというような形で15万円をソウル発で使われるのであれば、十分、メリットがあるのではないかなと思います。この航空券、先ほど取った旅程をですね、東京で発券した場合の運賃計算をさせてみました。そうしましたらば、行き5ヌック、帰りも5ヌック、往復で10ヌック、サーチャージがかかります。これ、なんでかかるかっていうのはちょっと調べてないんですけれども、片道5ヌック、往復で10ヌックのサーチャージが別途かかりますけれども、東京でも発券できます。